してます。無事に守られますよ、ね、じゃ あのまた来週お会いできますよ、ね、じゃあさようなら。乗ってますよ。すいません、少々お借りしてもよろしいでしょうか。皆さん、アーメンじゃないですか。アーメン。アーメンな人生を送りましょう。アーメンですか。アーメン。神様に感謝しつつ、アーメンの人生を送りましょう。アーメン。食事の前に一言お祈りしたいと思います。天の父なる神様、みんなを感謝します。この食事を与えてくださったこと、よっしゃ、あ、礼拝やっと終わった。今日のお昼も晴海先生のカレーライスでしたっけ。え、コロナで。マジか。はい、分かった。じゃあ何か買って家食べようか。本日の聖書箇所、ルカの3章28節です。そうだね、ちょっと大変だったよね。やってみよう。まあ来週行こうか。あ、マー君ごめん、ちょっと最後祈りで締めてもらっていいかな。まあはい、あ、私はい、あの今日は契約でしたっけ。契約の呼ぶ気、あ、はい、わかりました。神様ありがとうございます。今日は呼ぶ気からいろいろ学ばせていただいたことを感謝します。今日どうだった、はい、売り上げ。いやー、売り上げはね、あんまりなかったんですけど、もうでも本当に感謝ですね。有名なあの大塚先生にも出会えたし、あとあの大畑先生がなんともう明石救いの足話してくれて、もうすごい感動したんで、もうそこでもう1時間を2人でもうそこでもうずっと喋ってて。売り上げは売り上げなかったんですね。あのでも感謝です。おはようございます。あ、ございます。うん。ディボーション2？あ、はい、そうです。どうしたの？今なんか隠してたけど。あ、まあ、マナタイム。マナっていうなんか。どうしたの？いや、あのタイムプランとナイフ。1, 2, 3, 4. 毎日は必要